カブトムシディフェンシンとは、カブトムシの幼虫の体内に存在する、抗菌性ペプチドのこと。細菌の多い腐葉土の中において、カブトムシの幼虫の体内に雑菌が侵入した場合に、これを殺して、感染を防止する作用を持つ。カブトムシディフェンシンは1996年、当時の産子昆虫農業技術研究所の宮野下らにより、発見された。 アミノ酸残機数は43、配列は以下の通りである。ビチディルスフィークグファンサルクオクレグルグサーグブシーシーリ、カブトムシの幼虫の体内に、初めからカブトムシディフェンシンが存在するわけではない。幼虫が健康な状態では存在せず、細菌が感染して、初めて幼虫体内でカブトムシディフェンシンが作られる。 そのため、意図的に幼虫に対して、細菌を注射し、カブトムシディフェンシンを作らせ、足などを切断して、体液を抽出、HPLC による生成という過程を経て得られている。カブトムシディフェンシンは、抗菌性ペプチドであり、このような抗菌性、ペプチド、抗菌性タンパク質は無脊椎動物から多く見出されている。特に昆虫由来のものは、 細菌の細胞膜を破壊することで、抗菌活性を示すものが多く、メチシリン体制を植物ウ球菌などの薬剤体性菌に対して耐性が生じにくい、抗生物質として研究されている。カブトムシディフェンシンについても、カブトムシディフェンシン自体の塩基性が強く、これが薬剤体性菌の臨時質膜に穴を開け、溶菌させる作用があるのではないかと考えられている。 人への臨床医療で使用するためには、カブトムシディフェンシンを構成するアミノ酸残基数を改変する必要がある。これは、全長のカブトムシディフェンシンを人間の体内に投与すると、抗原抗体反応により、体内からカブトムシディフェンシンが排除されてしまうからで、ある。これを避けるため、抗菌活性を維持したままアミノ酸残基数を10。 程度まで削る試みがなされている。また、カブトムシディフェンシンを抗がん剤として臨床利用する研究も進められている。カブトムシディフェンシンに由来するアミノ酸改変ペプチドのいくつかは、癌細胞に対してのみ、選択的に細胞毒性を持つことが報告されている。一般に、癌治療では、抗がん剤による化学療法や放射線治療などが行われているが、 これら治療方法は白血球などの正常な組織をも破壊し、いわゆる副作用が生じる。カブトムシディフェンシンが示す細胞毒性の特異性によっては副作用が少ない新薬が誕生する可能性がある。宮野下 A、原 S、杉山 M、朝岡 A、谷合 K、ゆくひろ F、山川 M。 アイソレーションキャラクタリゼーションオブ、エーニューメンバー・オブ・ザ・インセクト・ディフェンシン・ファミリーフロム・エー l y f r アロマリーナジチョトマ。バイオケムバイオフィズ。レスコミューン220、526から31、プミド860万 7799, NCB、アクセッションアブ3万 6306, 抗菌性タンパク質カブトムシディフェンシンのタンパク質。 工学的改変遺産史昆虫研ニュース45カブトムシから抗生物質を探せカブトムシディフェンシン由来改変ペプチドのガン細胞増殖抑制効果日本応用動物昆虫学会第51回大会講演用紙ありがとうございます